やべえ、動画撮ってなかった。一応今確認したんですけど、発動数32か3で、効果時間15秒で、コイン補正が、ヨーダの、ランダム消去、固定消去が20消去なんだけど、819から966まで伸びて、なんとプラス 53% 入ってるということで、一応そこだけ補正じゃない、補足しとかないと。ということで、まあ、フルアイテムやってみましょう。はい。さすがにまんまいってほしいけどな。水ないよこれ。まだ私にはちょっと無理だ。よくね？強くね？バチクソ強くね？え？バチクソは言い過ぎたかもしれんけど、普通に強くね？普通に強ない？いやー、今ちょっと使いたかったっすけどね。え、普通に強ない？ちょっとボム消すの早いっすね俺。めちゃめちゃ強くない？普通に。普通にめちゃめちゃ強くない？でもまんまギリギリだな。後半ちょっと失速しましたね。あ、繰り越し。いや、結果まんまギリギリやった。まあでも初見まんまいけましたね。あとちょっとプレイ時間測ってなかったんで、プレイ時間測りますか。俺は強いのか。 O4 のみだとまんまちょっときついんかな。そうなってくると、まあこれ辺も俺ジジイだから、ちょっとヨーダと C3PO が別のツムに変わってくれたらいけそうな気がするんだけど、どうかな。ピッ。さあちょっと O4 のみでやってみましょう。ボム普通の、そうボム普通のボムに戻っちゃうのが辛いっすよね。
おいおい、やめて、そういうのやめて。消えちゃったよ。あー、繰り越しできんかった。ミスった、ミスってる、ミスってる。過ぎでしょそれは。超タイムロスなんですけど。いや、万枚でもいけそうっすよ。ちょっとミスありましたけど。ちょっとミスはありましたけれども、はい、オーケー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 。ないっすけどね。ちょい足りねえな。8000、8500。あ、でも3分じゃん。いや、想像以上に短かったっすね。もう4分ぐらいかかってんのかと思ったら、パイロットルークに勝てると思ったけど、パイロットルックに勝てなそうだな、これだと。どうなんすかね。でも思ってたよりかは稼げそうっす。